朝ドラ「半分青いあらすじ予告」第130話「すずめがつまがりの会社を訪問」8月30日木放送分「危機物語」しゃべるぬいぐるみの岐阜県を有名おもちゃメーカーに売り込みするというつまがりの契約書を見てすずめはあることを思いつきました妻狩りの会社は 東京の神宮にあるスケート教室の近くにあり、ちょうど事務員が辞めたばかりと聞くと、スズメは、そこの会社で雇ってほしいと申し出ました。早速、下見で東京にある妻狩りの会社を訪れると、そこは、廃校になった中学校を再利用したシェアオフィスの一つでした。校内を案内されると、まるで学園祭のようなノリで、みんな一人一人が、 それぞれぞ自分が作りたいものを作って売るお一人様メーカーとして活動していましたそこに突然全身緑色で固めたつまがりの妹の稽古が現れましたその女性はまるで秋風先生の秘書菱本を思わせるのでした